皆さんこんにちは、ひろげです。はい、今回は動画のタイトルの通りなんですけど、僕主催のレゴオフ会、徳島ブリックランドについて説明したいと思います。はい、この動画で、ちょうど告知してから1週間経ってます。で、ありがたいことに参加してくださる方も、参加に興味がある人もいますので、めちゃくちゃありがたいです。で、今回の動画なんですけど、できれば参加希望の方とかに見てほしい動画になっております。そもそもまず僕がなんでレゴオフ会やろうかなって思ったのは、ただ単にやってみたいからです。そもそも四国でレゴオフ会って確かね、かなり昔に1回か2回しかやったことがないって聞いたので、四国でレゴ盛り上げたいなって思いまして、今回開催することになりました。ちなみに聞くところによると、四国のビルダーさんって僕含めて5人ぐらいしかいません。なので、このオフ会を機に四国のビルダーさんを増やせればいいかなって思っております。とりあえず JBF の方で宣伝はしておきましたので、多分何人かは来てくれるんじゃないかなって思っております。じゃあ今からとりあえず徳島ブリックランドの説明について、ちょっと簡単に話したいと思います。はい、こちらが JBF で配った徳島ブリックランドの内容になっております。やる目的についてはざくっとこんな感じなんですけど、ちなみに四国ではかなり昔にレゴオフ会をやったことがあるんですけど、徳島ではおそらく初めてだと思います。で、開催時期が11月の25日の土曜日と26日の日曜日です。24日が設営で、26日だけ17時までとさせていただきます。開催場所はショッピングモールルピアの2階のコミュニティホールです。で、参加費と駐車場代は無料になっております。今回はルピアのご厚意で今回の会場を無料で貸してくれることになりました。ちなみに机も無料で貸してくれます。で、使用する机は一応長机となってるんですけど、1人1台とさせていただきます。で、あとテーブルクロスはないので、必要な方は各自で持ってきてください。で、あとちょっとこれ空白になってるんですけど、机のサイズなんですけどまだ確定してません。ちなみに机のサイズが分かったらまた報告いたします。で、作品のジャンルについては問いません。とりあえずレゴが好きだったら OK です。で、とりあえずね、やりたいことの一つとしては、今回合作をちょっとやりたいなって思いまして、これについては任意参加です。お題は徳島に関わるもの、簡単に言えば徳島の名産品とか建築物とか、とりあえず徳島に関係するものだったら何でも OK です。で、参加は1日だけもしくは作品だけでも OK です。ちょっとこれ一つ言い忘れてたんですけど、で、作品だけの参加の人いると思うんですけど、送料とかは全部自己負担でお願いします。で、もし万が一作品が壊れても、こちら側では責任は取れませんので、そこはご了承いただければと思います。で、ちょっと本当申し訳ないんですけど、会場の都合上今回参加人数は10人から15人までとさせていただきます。会場の写真載せておくんですけど、会場が88平米と結構広めになっていますので、20人ぐらいだったらいけるかなって思ってたんですけど、ちょっと残念ながら机が18台までしか借りれないので、今回は10人から15人までとさせていただきます。で、あと会場のルピアまでなんですけど、基本的には車で来ていただく形になります。一応バスとか汽車とかはあるんですけど、1時間に2、3本しか通ってないので、ちょっとそれだったら正直車の方が早いかなって思います。一応車持ってないビルダーさんも参加 OK です。で、車持ってるビルダーさんにもちょっと送迎の協力をしていただくことがありますので、そこはちょっとご協力いただければと思います。で、会場内はコンセントの使用は OK です。で、あと申し訳ないんですけど、作品の販売とか物販は今回は NG とします。今回は収益を取らないという形で無料で貸してくれますので、ちょっとそこはちょっとご了承いただければなって思います。手上げは一応します。で、25日の18時半頃からやります。で、ネームスタンドの名札は1人1個ずつの予定です。で、一応説明は以上なんですけど、これ以外にちょっと気になることがありましたら私にお声掛けください。で、僕としては四国のビルダーさんや四国以外のビルダーさんと仲良く楽しくできればいいかなって思っております。ちなみに僕はオフ会を主催するのがこれが初めてなので、ちょっといろいろ迷惑かかるかなって思うんですけど、そこは頑張って乗り切ればいいかなって思っております。で、ちょっと動画の最後になるんですけど、応募方法はこの動画の概要欄にツイプラのリンクを載ってますので、そこで応募してください。で、応募期間なんですけど、来月の15日までとさせていただきます。で、参加人数が少なかったらもしかしたら期間を延長するかもしれません。はい、それでは皆さんの参加をお待ちしております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。